ワシントン J ・マコーミック・ジュニアは、アメリカ合衆国、モンタナ出身の政治家。所属政党は、共和党。1918年から、アメリカ合衆国会議員を一期務めた。1884年1月4日、マコーミックは、モンタナ州水浦に生まれ、地元の名士で、元準州会議員だった父の名前を受け継いだ。モンタナ大学とインディアナ州のノートルダム大学に、 進み、1906年にハーバード大学を卒業。1910年にニューヨーク州のコロンビア大学法学部を卒業した。マコーミックは同州で弁護士活動を開始したが、翌年には地元、ミズーラに戻り、モンタナ州の弁護士資格を取得した。また、1918年から1920年まで、モンタナ州会員議員を務めた。1920年、 マコーミックは地元ミズラが含まれるモンタナ州第一選挙区から共和党候補として会議員選挙に出馬。29,688票を獲得した民主党のバートン・ワトソンに対し39,729票を確保し安定的な勝利を収めた。翌1922年選挙では民主党の元会議員ジョン・モーガン・エバンズ。 社会党のジョージ・エイチ・アンブロウズと議席を争うことになった。11月7日の選挙の結果、民主党のエバンズが36,589票を獲得し、当選を果たし、マコーミックは26,684票と3人中2位となり、落選した。以後、マコーミックは政界を離れ、弁護士としての活動を再開させた。マコーミックは、 地元の歴史に関心があり、法と応援にあった一族の牧場を州立公園にすることを許可するなど、歴史的事物の保存に努めた。1949年3月7日、マコーミックは水浦で死去。去年は65歳だった。晩年のマコーミックは、地元モンタナの歴史に関する知識を活かして、短編小説の執筆や詩作などの文学活動を、 行っていた。作品の一部は地元の新聞に掲載されたほか、1980年頃になって、カラーズフロムアンオールドモンタナスルースボックスという題名で出版された。ありがとうございます。